こんにちは神田の整理収納員名古屋の小川奈々です今日は使っても減らないものについてお話をしていきます使っても減らないものそれは言葉です私は転勤族の娘としてずっと育てられてきましたその中で母がしつけてくれたことそれは奈々ちゃんありがとうとごめんねだけは言っても減らないただでできることだからとにかくたくさん使いなさいと 教えてくれましたどんな時でもどこの場所に行っても笑顔と挨拶それからありがとうとごめんねが言えたらどこでも生活できるからそう言って私をずっと励ましてくれていましたもう3歳ぐらいから物心ついた時からあなたは転勤族の娘だからって言われて育ってきてたので引っ越すとか土地が変わるとかお友達が変わるとか新しい学校に行くっていうこと 多少のね、不安とかドキドキ感って抱えながら生活してたんですよ。いつ父親に事例、転勤命令が降りて、私たちは引っ越さなきゃいけない日が来るかもしれないってことね。やっぱりドキドキハラハラするじゃないですか。お友達できるのかなとかね、結構そういうところ気にしたりしてたんですけども、母がそうやって教えてくれたのは、生き延びていく術、コミュニケーションが大事だよってこと。これすごくね、教えてくれていました。ありがとうっていうのが恥ずかしいとか、 ごめんねって言うとなんか負けを認めた気になるとかそんな感じであんまりありがとうごめんねを言わない人がいらっしゃったりもするんですがまあそれもったいないですねありがとうごめんねを言ってメリットしかないと思いますねまあもちろんごめんねって謝るときにはこっちに日がある時じゃないといけないのであの日がない時にねごめんねって謝りすぎるのは良くないとも言われているのでそこはちょっと気をつけなきゃいけないけれども 少なくとも「ありがとう」という言葉に関しては使っててデメリットを感じたことっていうのはほぼないですね今までの人生でちょっとしたこととでもすすぐありがとうって言いますこれぐらいうれしいことでもこれぐらいうましてああ嬉しいありがとうってその場で「ありがとう」い言うのはある意味当たり前かもしれないけれども例えば姑とは毎朝会うのでその時には昨日会った時の「ありがとう」昨日のことに対しての「ありがとう」も。 よく言うようにしています。こうして、一つの出来事でも二重三重に感謝の言葉をかけることで。あ、本当に喜んでくれてるんだなとか、あ、本当に感謝されてるんだなってことが多少でも伝わればいいなと思って。まあ、そこはちょっとね、心がけるようにしています。先日感動したことは。ホームパーティーに招いた友人と、三週間、四週間ぶりぐらいに会ったんですよ。 で会うと思ってなかったシチュエーションでばったり出会ったんですよね。ばったり再会。その時にあ先日ありがとうございました。ごちそうさまでした。美味しかったですって言ってくださったんですよ。これすごいなと思って、この人すごいなと思って、私感動したんですよね。なかなか3週間も4週間も空いてると、とっさに出ないじゃないですか。この人に今日会うぞって分かってたらある程度準備して会いに行くかもしれないんですけれども、本当に偶然出会ったんですよ。 それですごい私は感動してその人に「帰宅ししてからしたんですよねあ。今日久々に会えてね嬉しかったです」って言ってしかもなんかとっさにホームパーティーのお礼とか言ってくれてすごい嬉しかったです感動しましたみたいな LINE を送ったら。 その人はいや本当に感動したし本当に感謝してたからすぐ出ましたっていうふうに返してくれたんですよねまあそれもすごいコードテクニックだなみたいな神業だなと思ってああそういう表現もメモメモっていう感じでしたけれどもでもきっとその人はそこまで感動したことじゃなかったとしても別の方にもそういう言葉をすぐにかけられるんじゃないかなと思いましたそういう方って世の中でやっぱり成功していくんだなとか出世していくんじゃないのかなと思って眺めていました 私の広島の母は私にたくさんものを買い与えるとかそういう愛し方ではなく私が一人でも生きていけられるように結婚した後に新しい土地で可愛がってもらえるようにそういう思いで言葉をたたくくさんプレゼントしてきてくれました感謝してててきれまま感謝いす父は私にいろんな教育をしてくれました。考え方方や対処の仕方 母に比べたらよりサバイバル的なというかね、生き延びていく術、テクニックみたいなことを教えてくれました。まあまたお祝い動画でちょこちょこと父のことはお話ができたらなと思っています。はい、そんな感じで使い続けてもなくならないもの、それは言葉だよっていうことでした。ありがとうとごめんね。これは何回言っても減らないものなので、感謝することがあったら素直にありがとう。自分が悪いなと思ったらごめんね。 こういうことが言えられるように、そしてまた子供もたちもそういうことができるように、しつけていってもらえたらなと思います。今日の動画は以上です。よかったらグッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。物を増やすのではなく、言葉を増やそう。それではまた。